はい、アンサンブルスターズ、今回はこちらの、星5確定スカウトソウル編を、回したいと思います。はい、ということでこちらね、待ちに待った星5確定、ソウル編でございます。これはあのユニットがね選べて、そのユニットの星5が出てくるというね、とても素敵な、はい、前回のラブ編は、フィーネをね回したんですけれども、今回、私がね、狙うユニットはじゃーん、はい、アンデッド、こちらでね行きたいと思います。このね、あのハスミンもね欲しいのですが、ちょっとやっぱねアンデでね、ちょっと欲しいカードがねありましてね、はい。で、出現カードは確定枠、はい、こちらの、5枚がね出てくるということで、はい。いやー、持ってるカードですとこのね、初期からいるこの佐久間さん、これねあと1枚で貫突なんですよこれ1枚で貫突なんで、この佐久間さんでもすごい嬉しいですね、はい。で、あとこのワンコも持ってますね、このワンコも1枚持ってます。で、あとこの博士先輩もねこの前、お迎えできたということで、今回狙うのはやっぱりこのアドニスとこちらの、フィーチャーの佐久間さん、はい、狙っていきたいと思います。まあでも基本ねぶっちゃけ誰が来ても嬉しいんですけれども、やっぱりちょっとアドニスずっと欲しい欲しいって言って未だにねお迎えできてなく、はい、やっぱ佐久間さんはちょっとやっぱイケメンかっこいいので、ビジュアルがねやっぱ強強の強なので、はい、ぜひねあの持ってないこの2人をね、お迎えできたらなって思います。はい、の前にちょっとこっち、これね無料10連いただけたので、こちらをねお先に回したいと思います。はい、これでねもしかしたらね来てくれるかもしれないもしかしたらね来てく、おわっと、まさか、え、どこ、あ、白、わからない、どこ、これは、なぎさくんということで、いや、ちょっと私、今ね、すごい音をめっちゃ低くしてるんですよ。だから、声がね、一瞬、迷いくんに聞こえてしまいました。はい。ということで、なぎさくん来てくれました。ありがとうございます。ありがとう。これ、なぎさくん何枚目かな ?3 枚か4枚目くらいだと思います。はい。もう1枚は持ってるんでね。はい。ということで、そう、まあ、やりました。まさかね、星5が来てくれるとは思わず。ということで、ヒーロくん。あ、2枚目ですね。2枚目来てくれました。ありがとうございました。いやー、懐かしいな。このなぎさくんね、じゃ最初の方ね、そう、結構最初の方に来てくれたんで、お世話になってました。ありがとうございました。よし、じゃあもう10連。もう10連いきます。チケットありがとうございます。いいね、やっぱ無料チケットで虹が出ると高まるね。まあ2回目はね何もなさそうだったんですけど、まあでもこれでも来る可能性はあるので、お、ワンコですね。ということでこちらの相馬がお初ですね。ありがとうございました。いいね、お初がいるだけでも嬉しいです。はい、じゃあね、こっち引くか、あ、でもな、こっち、あ、いや、先にちょっとこれを回します。はい、ということでお願いします。アンデだよね、はい、アンデよし、優勝ダイヤよし、レッツゴー。さあ誰が来てくれるのか。いや、1枚以上なんで、ね、1枚、2枚、3枚と来てくれてもいいですよ。お願いします。とい、ちょ、これはあれかな、確定分だけだよってことかな。まあ、そういうことですかね。はぁ、お願い。誰だ、緊張す。
ゆずる。はい。次かな。はい。ああ。え、どっちっていうか。やりました。混沌と愛の先導者こと佐久間レイ様がいらっしゃいました。あーかっこいい。はあ、かっこいい。ありがとうございます。ということで、あ、そう、ゆずるはまだね、そうそうそう、貫突してないから、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。はあ、ということで佐久間さんゲッツー。かっこいい。そう、あの一瞬ね、そう、どっちだってなりましたね。はい、初期の方か。ということで持ってない佐久間さんゲットです。ありがとうございました。はい、開花し終わりまして、こちらので、ね、美しい美しい佐久間さん。いや、めっちゃマジでこの佐久間さんほんとかっこいい。やばい、ちょっとね、当分トップにして癒されようかな。本当にありがとうございました。はい、ということでね、星5確定スカウトと、あと無料チケットですか、無料10連チケットをね回したということで、あとこの6周年記念スカウトソウル編のね、グループ A、 こちらもちょっとね回したくて、佐久間さんとリンネ君ちょっと狙いたくて、そうですね、これはでもちょっと終わりが近くなったらね、改めて回そうかなって、はい、思ってます。ちなみにあの優勝で森千代先輩はねお迎えできましたので、はい、あと残り5人まあまあ、あんまりねそんな回さないとは思うんですけど、ちょっとね狙いの子が来てくれたら嬉しいなって、はい、そんな感じです。あとこのゆうたくんの特攻スカウトはあのね、ちょっとアドニス欲しかったんで、ちょっと回そうかなと思ったら、なんと今日のね、あの今日の優勝で、あのアドニスね、お迎え無事にできたのでね、これもね毎日まあ優勝でね、あのちまちままたゆうたくん狙っていこうかなって思ってます。はい、そんな感じで、はい、あの6周年記念のね、はい、ソウル編の、星5確定スカウトでした。ありがとうございました。今じゅんくんのね星5イベントが来てますので、このゆじゅんくんも狙いながら、はい、イベント頑張りたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。はい、せっかくなんでね、ベーシックの方のこちらのね無料10連スカウトも、引いてみたいと思います。お願いします。はい、さあ、ベーシックの方では何が来てくれるのか。じゃーんえ、でもこのワンコ持ってない気がする。かわいい、畑仕事っていうかね、すごい一生懸命なワンコ、かわいいですね。いや、なんかワンコの絵ってやっぱね、なんか私のなんかこう胸にくるものがあるんですよね。なんなんですかね、なんかこうわおわおってね、普通の金色ですね。ちょっと虹に見えました。はい、じゃーんじゃんじゃん、ひめるさん、さあ、魔王北斗ということで、あー、でも魔王がね、お乳か、あとミカちゃんも持ってなかった。はい、ということでね、ベーシックはねこんな感じでした。